同じ名前の恵比寿屋行ったそこで行きよって、はい、昔そこでよく食べ行きよったね。あ、はい、ほんでもう遠いからここが、はいはい、だからもう教えたげっけせられ言ったんがすか。あれですか、もうその、まあ、土日祝営業ってことなんですけど、夜の営業もやられてるんですか。夜だから平日というか土日祝は11時オープンの7時半ラストオーダーで8時半まで。ああ、なるほど。中休みなしで。うーん。何かできんのかわからんけど。はい。この、あ、これが来週あるんじゃ、ここに出店するんよ。それの準備をしょるから、ちょっと。あ、そうですね。
酒場の南蛮漬け、アジ、今日はアジ。じゃあこの日によって仕入れを持ってますか。まああのほとんどない。漁師役が仲ええからあのくれるもん。あ、なるほど。そんな時に。あ、そ、ある時に。ある時に。普通にテイクアウトもやれてるっていう、うん、テイクアウトが、まあ、パックに入れたら950円、レモン、うん、
チルトでええっていう人は900円そのまま。であれですよね、時間帯によってはすごい行列ができて、行列っていうか満席になってお断りするっていうことなんですけど、うん、やはりその予約をした方がいいですよね。もう予約というか、予約何時に来るとか言ってくれた方がやっぱり取っとけるから。その予約っていうのはまあ何て言うんですかね、電話した方がいいですか。電話で、うちもインスタやるから、はい、それあじゃあインスタグラムの電話番号載ってるから電話してもらおうっていう。くれた方がインスタ自体は店しょる間見る暇ねえから、それで注文されてもわからん。あそうですよね。だからまあ結構インスタでも、逆にインスタでする場合かちょっとだいぶ前ぐらいから連絡しないといけないってことですよね。でももう電話かけてくれるのが確実ですよね。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。